はい、今日もあなたと役所天国、本日は7月27日土曜日ね。はい、ということで時刻はね2時半過ぎたところですけど、まあ暑いですよ。はい、おそらくね今35度6度ね。今日はもう熱中症、皆さんね、はい、私も今現在初期、熱中症の初期です。初期から中期に移行しつつある段階ですね。なのであんまりもう、今日ずっと働いてきましたけど、そろそろリミットが近づいてきてる。あんまり頑張るとね、明日また、朝やっぱり起きれなくなるんですよね。はい、結構熱中症というか体にダメージが残るので、はい、首元から冷たい風が出るやつとか、まあそろそろちょっとその辺を考えてみますかね。はい、あれなんかそんなに高くないから何万もしないよね。はい、ということで何やってるかと言いますとね、ここの刃物のね、太陽熱マルチのところの片付けですね。で、結局、まあ、やりながら話しますけど、結論から言うとね、この1年前に太陽熱マルチを貼るっていう作戦は失敗です。はい、こうやってね、片付けがね、やっぱ容易じゃないですよ。これ、結局ね、このビニールマルチもそうですけど、1年経つと、こうやっても劣化してしまうんですよね。なので、片付けもね、ままならないですよね。はい、こうやって、上がってこないですよね。結局このビニールが1年経ってやっぱりね劣化してしまう。で結局こう太陽熱マルチって言ったって1年経てば初期は効いてるんですけど、結局こうやって草生えちゃうんですよね。あ、やっぱり結論から言うとね、耕して普通の分解マルチを、張ってそこにもう直撒きしてやるとかっていう方が、多少草出てきても結論的に言えばね、そっちの方がやりやすいということですね。この片付けも含めてね。はい、おそらくそういうことです。あ、まあちょっとね、もっと楽になるかなと思ったんですけど、思った以上に、だからこれはちょっと戦略的に考えすぎというかね、難しいもんですよ。実際こうやって今片付けに苦労してるわけですよね、この暑い最中ね。はい、1年前のマルチだから、あ、もう本当にピリピリになっちゃうんですよね。ということでこの作戦はダメです、皆さんね。だから多分皆さんもね、いろんな思いついて、オーガニック農家、専業農家だったらいろんなこと思いつくと思うんですけど、1年前にね、夏専用の、太陽熱マルチを張るっていうのはやめた方がいいです。はい、これは私でこうやってね、検証が済みましたね。こういうふうにしてね、皆さん、専業農家の皆さん、誰かがこう思いついたアイデアをやって、それがうまくいったのかどうかということを分かっちゃうことがすごく大事ですね。だから多分これ思いつく人いると思うんですよね。春人参でやってる女子を今ね、あれは今のところうまくいくんですよ、ね。じゃあ同じように1年前にね、来年の分のこの夏専用マル、刃物ね、空心菜やモロヘアなんかに太陽熱マルチやったらどうなるんだろうって多分考える人はいると思うんだよね。でやると、まあ場所にもよると思うんですけど、ちょっとうまくいかないということです。やっぱりこうやって結局草を追われちゃうんですよね。やっぱりその耕さないとダメなんですね。はい、どうしてもやっぱりそこで草が生えてきたりね、こういうつる性のものが生えてきたりしますね、やっぱり畑というのはね。でこれはもうだからしょうがないです。でまあ今こうやってね、一生懸命この草だらけの中からね、マルチをこうやって剥がさなきゃいけないわけですよね。はい、なかなかの手間です、この暑さの中ね。はい、でもう一回これきれいにしてからね、もうトラクター入れちゃいますんで。はい、ヤブカラシっていうんですか、あれが庭に生えてきたらもう終わりだっていう動画がなんか400万回ぐらい回ってるっていうありましたね。はい、あれ皆さんどうやったら絶やすことができるかって分かります？はい、トラクターしかないです。つまり耕運しかないんです。はい、耕運してね、ヤブカラシが細かく裁断されて、それでもまたもちろん出てきますよ。それを繰り返して、それを絶やすしか方法はありません。竹と一緒ね、ラウンドアップでも効かないっつってますよね。そうですかね、俺はまあね、ラウンドアップ使ったことないんで知らないですけど、となるともう好転しかないですね。はい、いわゆるだからトラクターで耕すということです、皆さんね。だ、小さい管理機でいけるかどうかですね。ある程度馬力のある管理機の、トラクターの方がいいけど、なかなか素人さんはそれ持ってないのでね。だから庭にじゃあトラクター入れられるかって話になってくるでしょ。
ね、難しいよね。だから厄介だと思いますよ。だからマルチ張って防草シートで二重三重にするしかないですね。それだったら多分耐えせると思うので、それ以外に多分方法はないと思いますよ。今日あんまり頑張っちゃうとね、また足がつってしまったら明日明後日働けないのでね、明後日ねちょっとどっか出かけようかと思ったんですけど、ちょっともう無理ですね、スケジュール的に。農繁期に入ってきます。また山登りでも行こうかと思ったんですけど、なかなかね、こっちの土はねやっぱりこうやって硬くなるんですよね、千葉のようなああいうサラサラの土ではないので、だからマルチ剥がしが難しいんですよ。はい、で1年経っちゃうともうこんな感じになっちゃうので、はい、黒マルチにね透明、はい、こんな感じですね。なかなか厳しいですこれね。だからいろんなことをね試行錯誤しながら農業ってねやっていかなきゃいけないんですよ。でもちろん考えてねやってみて全然ダメだったっていうのはこれがいい例ですよね。春人参まで回せるけど夏の葉物には回せないということがねこれで分かりましたね。はい、残念ですがしょうがないです。こんな感じでね、皆さんオーガニック専業農家さんであるならばね、何かしら思いついたアイデアがあってうまくいったいかなかった分かっちゃっていただけるとね、俺も全てをね実験的にできるわけじゃないんで、みんなでこうやってアップデートしていきましょうね。もう一回説明しますね。夏専用刃物ね、空心菜、鶴紫、モロヘイヤ、これをね1年前に太陽熱マルチ、おそらく貼ったのが8月の終わりぐらい、8月の終わりか9月ぐらいにもう太陽熱マルチ貼って、春人参と同じくね上を黒マルチで覆ってってやりましたけど、結果的に言ったらうまくいかなかったってことです。はい、なので、太陽熱マルチをね、夏専用刃物でやってみようと思う人はやめた方がいいですっていうのが結論です。はい、ね。